はい、皆さんこんにちは、ジェフィーです。今日はですね、ちょっと妹の留学の話が決まったんですけど、まあ去年ちょっとキャンセルになってね、今年また決定ってことで今行く準備をしてるんですけど、なんかバイオメトリックスってやつがあるみたいで、指紋を取る手続きがあるんですけど、それに今日はついてきてます。妹のバイオメトリックス終わって、今からランチ食います。なんか美味しそうな定食屋さん見つけました。新橋まで来ました。広そうです、店内。いただきます。いただきます。うわー、なんか何気なく入ったランチ屋さんがめっちゃいいとこだったね。うん、びっくりしためっちゃ広いし、綺麗だし、これで1000円だもんね、うん、ドリンクバスケで1000円だから、えぐいってやばいって。しかもめっちゃいいのがこの小鉢ね。僕はね、あの卵、ちょっとこれラップ取るか、チラス、チラス、ひじひじ、あとなんかもう一個なんだっけ、これ山わさびとイカのなんとか漬け、醤油漬けみたいなやつ。最初なんかさ、小鉢2つって言われて、どこにあるんだろうと思ってさ、なんか漬物系かなと思った、勝手に。こういう漬物もぶっちゃけなんか今、うんうん、取り放題で取ったんですけど、うん、これかなと思った。そうそうそう他にもいろいろ豆腐とかね、サラダとか、うん、ここめっちゃいいわ。納豆もあったし、おいしい、うん、妹は海鮮定食、刺身定食か、うん、うまっ、シラスめっちゃおいしいよ、うん、ちょっと待って、大根おろしみたいな、うん、おどろか、うん、下にもこれ、うん、1年越しの留学決まったね、やっと、うん、またカナダ、またカナダだ、みんなもう行ってきたとなんか勘違いされちゃって、うん、確かに、え、カナダ、あ、え、今回はもうバイオメトリックスって俺初めて聞いたんだけど、うん、何それ、日本語なんだ、生体認証、認証、うん、なんかそんな感じのやつで、とりあえず指紋を取れたんだよね。そうそう、指紋と顔写真、うん、いや、それ観光ビザで行くにしても必要な、あ、いや、6ヶ月以上の滞在は必要な、6ヶ月以上、うん、じゃあ俺は当時その1年間普通に行ってて、うん、そういうのなかったから最近できてたんだね、多分、多分、うん、いつだっけな、2010何とかだった、あ、じゃあコロナとか関係なく普通に変わったやつなんだ、うん、うん、めっちゃうまい、ね、これマジでさ、やばくない、うん、旅館来たけどね、しかもなんかさ、時間がちょっと遅いってのもあるんだけど、そのなんか個室っぽい感じで、そうそうそう、はい、ちょっとかけすぎってコメントなしで刺身いただきます。ちょっともう漬けだみたいな、ちょっとうん、美味しそう、美味しい、ご飯も、うん、めっちゃ美味しい、ごちそうさまでした。はい、ランチ食べ終わりまして、まあ今ちょっとね、軽くここでドリンクバーがあるんで飲みながら行こうと思うんですけど、最近にこう iPad をゲットしまして、こんな感じでね、ちょっと今使い方を覚えてます。最近のやつはこうやって画面がシェアできるみたいですね。すごい使いやすいです。で、ここにね、ちょっとこうちらっと見えてる通り、まあトピックってあるんですけど、今年はですね、ちょっと、まあ、残りいつだったか、10月にあるトピックをちょっと一旦受けてみようかなと思っています。で、早速ね、こう参考書とかも買ってきまして、これね、まあ、僕、まあ、一応韓国人なんで、多分僕の予想です、リスニングとかはまあまあまあちょっと対策すればできると思うんですけど、この、ね、作文がやっぱりちょっと日本育ちなんで、もう全然書いてきてなくて、文章をちょっと苦労するかなと思ってこれを買いました。これのいいところはもういろいろね、なんかポイント解説とか表現のストックがこうやっていっぱいあるんですよね。これを結構覚えていけば割と戦えるんじゃないかなと思って一旦これ買ってみました。で、これでちょっと足りないなって思ったらまた新しいの買うかもしれないし、で、時間がなかったらもうこれ一本で勝負しに行きます。で、早速ちょっとグッドノートっていう、まあ大学生とかにはすごい人気らしいんですけど、こう、タッチペンシルで書けるなんかノートアプリみたいな。これがめちゃくちゃ便利で、今これで勉強していこうと思ってます。こんな感じで書けるんですよ。こんな感じで書けるんですよ。すごいこれ気に入ってて、今年ちょっと資格試験いろいろ受けていこうと思うんですけど、まあ、そのうちの1個がまずトピックですね。であと確定してるのは、あと宅建も受けるかなと思ってます。全然関係ないじゃんって感じなんですけど、ちょっと自分結構ね、不動産とか興味あるんで、
宅建はちょっと取っておこうかなと思います。で、あと余力があればちょっと募金も受けたいなって思ってて、簿記は3級なんで、まあ全然多分ちょっと勉強すれば大丈夫と思うんですけど、まあ何年も前に勉強したやつなんで、ちょっと思い出しながらって感じです。こんな感じで今年はちょっと資格試験をね、いっぱい受けて、結構もう資格マスターになろうかなと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ちょっと今妹にね、普段ちょっとサムネをこうたまに作ってもらったりするんですけど、こうやって今作ってもらってます。リアルタイムです。撮ってすぐ作るっていう、うん、最強だよ。ありがとうね、いつも。いえいえ。自分はですね、拠点のサブスクのサービスに入ってまして、まあ、その中の一部ということで、ここの新橋のところに来ました。ここはね、初めて来たんですけど、かなり広くて、まあ、机も使いやすくて、すごいおしゃれな雰囲気で良かったです。はい、次はバグースに向かいます。バグースってインターネットカフェじゃんと思った方もいっぱいいると思うんですけど、このバグースもですね、拠点の中に入っています。このサービスめっちゃお得なんで、本当いろんな人にね、こうおすすめしたいなと思ってたんですけど、すごい残念なことに6月の23日ぐらいでこのサービス終了してしまうんで、まあ1週間だけこうお試しプランなんていうものもあるんで、もしよかったら、ね、まあ、近くに拠点がある人は最後の1週間だけでも使ってみてください。本当に格安でいい拠点をいっぱい使います。駅の方に戻ってきました。今日一日ね、まあ、いろんなところで作業をしながら有意義な一日を過ごせました。で、今年はまあちょっとトピックの、まあ、願わくはちょっと6級合格を、ね、目指して勉強頑張っていくんで、韓国語勉強頑張っている人とか、トピック目指している人とか、まあ、その他もろもろ他の試験頑張っている人一緒に頑張りましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョーン。